ンポン。家に捕まえたぜ、グヘヘ。どうしてくれようかね、グヘヘ。わわわわ、怖がらせてんじゃねえ。うちのアホはごめん。葵最近元気ないやん。うちがバシッと解決したるからバシッと教えてえな。これほれこれほれ。ウェイウェイ、デリカシー。ごめんな、お姉ちゃんもちょっとあれやったな。そんな時は、ほら、この子と話してみ。うん、きっと楽しくおしゃべりできるで。では、どうぞ。すみません、すみません。ええ、お構いなく、お構いなく。ごめん、うちが悪かった。ちょっとハードル高かったな。葵ちゃんはあれか？ゲーム好きなんか？はい。ええな、ちなみにどんなのやるんや？PC ゲームとか。え、やってるタイトルとか教えてえな。有名なやつだと、フォートナイトとか、エイペックスとか、デドバイとかやります。お、うちもエイペックスとデドバイならやるで。ほんとですか？ああ、今度一緒にやろうや。はい。お、いい笑顔や。え、嫌な、葵ちゃんのお姉ちゃんが妹元気ないって心配してたんや。うちでよければ相談に乗るで。前髪。切ろうかなって。前髪？暗く見えるかなって。ふむ。ではみんな前髪伸ばしましょう。なんでだよ。葵ちゃんの気持ちを理解するためには必要なことですよ。ほら、みんなスタンバイ。妹のためならしゃあないな。了解です。あかりちゃん審査員ね。その役どころいる？行きますよ。セーフ。判定をなさす。何をどのように？これでみんな同じだね。脳のすべてが違えだろ。じゃあ次は逆に前髪上げていきましょう。え、いい、私は恥ずかしいので。まあまあ、葵ちゃんはうちがセットしてあげるから。じゃあ、一回だけ。イエーイ！やったぜ！いい加減その髪の毛うざいなお前。じゃあ行くで。せーの！じゃじゃん！あ、逃げた。おい、星が逃げたぞ。おいー！お手柔らかにな。